平成30年2月22日、阿蘇市浪野の浪野中学校と浪野小学校で、一流シェフが調理したスーパー給食が実施され、米粉を使った特別メニューを堪能しました。スーパー給食は、食育活動に取り組んでいる一般社団法人シェフードが、公益社団法人米国安定供給確保支援機構の支援を受け、熊本地震にあった子どもたちを元気づけようと行ったものです。この日は、東京銀座で和食店を営む立野雄二料理長が、浪野学校給食センターで、衣に米粉を使った揚げ魚のうまみ丼や、キャベツともやしのナムルなど4品目を調理しました。子どもたち、もうご飯を食べてもらいたいんですよ。僕もあの農家で、米を田舎でこの米農家だったもんですから、しっかりご飯を食べて大きく健康に育ってほしいなって、そういう思いから今回は作らせてもらいました。そして給食の時間になると、浪野小学校の児童53人と浪野中学校の生徒35人がランチルームで立野料理長と一緒に特別メニューのスーパー給食を食べました。なんかすごいいろいろ甘いものだったりとか美味しいものだったりとかがいっぱいあって、なんか和食のいろんなものに触れられた気がします。この後、立野料理長との交流会が開かれ、子どもたちはどんな気持ちで料理を作っているのか、嬉しいことは何かなどと質問。これに対して立野料理長は、愛情を持って作れば美味しい料理になるなどと答えていました。